航空機の不足事態の際に搭乗員を救助することを主任務としているほか、基地内外における火災や災害に備えた職場であり、日々訓練に励んでいます。訓練担当隊員から訓練内容を紹介させていただきます。万が一に備え、速やかな人命救助ができるよう、飛行機の模型機を使用して救難消火訓練及び人命救助の際に使用する機材の取り扱い、並びにこれら任務に耐える体力向上訓練を行っています。訓練ではきついと思うこともありますが、やり終えた後の達成感は最高で、私の上腕二頭筋も喜んでいます。女性でも活躍できる職場です。男性隊員と比べ力の差はありますが、知識や技能でその差を補い、チームの一員として人命救助という任務に当たれることに誇りとやりがいを感じています。我々と一緒にレスキューしよう。お願いします。